こんにちは、元サイクル大学の元です。今回もガレージ内からバイク情報を発信していきます。今回はブレーキ2本掛けの3つの危険性というのをお伝えしたいと思います。よろしければお付き合いください。はい、1つ目の注意点はですね、2本掛けによる指の切断に注意ということをお伝えします。2本掛けのですね、掛け方、おそらく人差し指と中指でこう握っているケースが、多いんじゃないかなと思います。で、なぜ切断するのかっていうことなんですけど、事故をした時にですね、例えば車と、ぶつかりました。で、この右のブレーキ、側が車とぶつかったってなった時にですね、人差し指と中指はこれ外に出てるからいいんですけど、要はグリップ側にある薬指と小指がですね、車とぶつかった衝撃でこの レバーにこう挟まれてしまって、最悪切断をしたり大怪我したりする危険性があります。で、実際に切断したっていう話も聞いたことがありますので、この点が注意になります。はい、2つ目は2本指では力がかけきれないということについてお伝えしたいと思います。実は私は指導医の時に研修施設でですね、速度100キロからブレーキ4本掛けと2本掛け、どちらの方が短く止まれるかっていう練習をしてきました。で、結果はですね、4本掛けの方が短く止まれました。何度もやったんですけど、やっぱり2本掛けではですね、距離が伸びてしまいました。速度が速いっていうことも当然あると思います。それと、もう一部のその高性能ブレーキですかね、レースで使われるような高性能ブレーキをつけていたら、全然、1本掛けとか2本掛けでもですね、十分な制動力が得れると思うんですけど、通常の一般の市販のバイクではやっぱり4本で握った方が十分な制動力が得れます。例えばスーパーで買い物して袋を持つ時もですね、指1本で袋を持つのと4本でこう持つんだったら、全然4本の方が楽にね、持つことができるというふうに思います。ですから、やっぱり指の本数っていうのは、速度が出てる時のこのブレーキをこうかける時の、かけ方にもね、影響してくるというふうに思います。はい、3つ目はですね、パニックブレーキ時にアクセルを回したままブレーキをかけてしまうということについてお伝えしたいと思います。4本掛けでブレーキをかける場合っていうのはですね、必ずアクセルを戻してからじゃないと、4本でブレーキをこうかけることができないです。ただ2本掛けの場合っていうのはですね、もう最悪アクセル回したままですね、ブレーキレバーに手が行きます。ので危ない場面があって、もうちょっとパニックブレーキになった場合ですね、アクセルを回したままブレーキをかけてしまうっていう、そういった危険性もあります。もう最悪、それでね、車にぶつかる前に転倒してしまうっていう、そういう危険性もあると思いますので、やっぱり注意が必要だと思います。はい、最後になりますが、今回2本掛けの危険性っていうのをお伝えしてきましたが、オフロードとかトライアルの車種になるとブレーキ2本掛けを逆にしないといけないっていうこともありますので、あくまでも、2本掛けの危険性についてね、参考にしていただけたらと思います。また改めてですね、この4本掛けの、ブレーキのメリットについてもですね、ご確認いただけたらいいのかなと思います。元サイクル大学では、このような形でバイク情報をいろいろ発信しています。元サイクル大学に入学するのはとても簡単で、チャンネル登録をしていただけますとどなたでも入学ができます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。